どうも、レオンです。よいしょ。なんか毎日なんかすごくね、炎天下が続いてるということらしいんですけれども、そんなもんね、冷房つけたら済む話ちゃうんっていう話なんですけどね。はい、あと外に出へんかったらええんちゃうんっていう話なんですけど、よくわかんないですね。はい、今回はですね、どこについて話しましょうか。今回はあれ、どこについて話すつもりだったかな。忘れちゃった。あれ、今回どこですか。あれ、今回はね、あ、J1 じゃないね、 J2 か。 J2 の話をしましょうか。はい、思い出しました。 J2 ですね。はい、今回はですね、J2 の大分トリニータについて、自分らの話をしていこう。まあ、大分トリニータなんですけども、まあ、下平監督が就任2年目かな。この人もどっちかって言ったら、インテンシティのサッカーにもつなぐサッカー、今流行りというのかな。まあ、そういうサッカーをやってるんですけども、勝てなくなってきてるよね、やっぱりね。で、結局なんでかって言ったら、パス繋いでるだけではサッカー勝てないんですよ。やっぱインテンシティが必要なんで。で、そのインテンシティを多分、求めてるのか求めてないのかよくわかんないですけども、まあそういう選手が揃ってないっていうのもあるかもしれないですけども、ちょっと苦境に立たされてるよね。もう限界が来てるというか。だから、やっぱ指導者も、浦和のリカルドみたいにそうなんですけども、やっぱりどっかで気づかないとね、アルベルもそうです。気づけなかったら、クビになりますよね。結局、パスポン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 繋いで、綺麗なサッカーしましょうと。まあ理想はいいんですよ。すごく高くてね。でも、まあ、それだけで勝てるんだったら、毎年スペインがワールドカップ優勝するでしょ。チャンピオンズリーグも。そんな甘くないでしょ。っていうことに、なぜ気づかないのかなって。気づいてるんだけども、やり方知らないのかなとか。っていう感じがするんでね。まあ、大分トリニータ、残念ですけども、まず今季、J1 昇格できません。残念ながら、できません。で、怪我人が続出してるんでね。まあ、それもあって、できませんと。っていうところですね。残念ながら。多分、大分のティフォージはね、いやいや、何を言うんだと。まだプレイオフ圏内にいるじゃないかと。こういうことなんでしょうけど、落ちます。プレイオフ圏内から落ちます。残念ながら。なんで J1 昇格は無理です。諦めてください。はい。やはり現代サッカーの潮流、流行りですよね。まあ、それに乗っていかないと。ただパス回してりゃ勝てるみたいなさ、そんなサッカーで勝てるわけねえじゃんっていうことに、賢い人は気づくんですよね。なんか町田ゼルビアなんか気づいてますよね。パス何本繋いだとか、支配率とか興味ないですよね。ただ勝つことだけに専念してるインテンシティの強いチームです。高いチームですよね。で、結局そういうチームが優勝するんですよ。ワールドカップから何から。サッカーの原則ですからね。なんかその原則を逸脱して、なんだろうな、なんか美学に走るみたいな。ナルシストみたいなサッカーはね、もう通用しないんですよ。私も平もどっちかというとそのナルシスト系の指導者でしょ。それダメなんですね。はい。っていうことなんで、残念ながら、大分トリニータ J1 昇格できません。残念でした、という報告です。